あ、消しちゃった。消しちゃった。消しちゃった。ちなみずです。もう音信不通になると言った日から本当に音信不通になってる。オラにエールを分けてくれ。まあ今日はリリーベなのでしないとと思って、さすがにお久しぶりって言って。でもすごいよね、 3,4 日だよね。アイドルの世界は3、4日でお久しぶりになるから、なんかありがたいよね。そんなになんか存在を忘れないでいてくれることが。いやね、今ね怒涛なんですよ。本当にもう全てが公開された時に本当にもう一回褒めてほしい。なんか今も私のそのメールの状況とか配信のできてなさとかを見て、今みーちゃん頑張ってるんだろうなと、本当に頑張ってて、もう自分であんまり頑張ってるって言いたくないけど頑張っててで今でさえみーちゃん頑張ってるねって思ってくれてると思うんだけど、もう全てが公開された時によりなんかその頑張りが多分響くと思う。えー、みたいな。それは頑張ったねって、なんだもう何もやーってなってる。そうだから今超絶頑張ってる。全てが出た時に本当にもうみんなは一回、本当に一回私のことを崇めてほしい。あ、間違えた、崇めるは私神様になっちゃった、褒めたたいてほしい。いや、かん、あの別にそんなアイドルなんてね、自分が選んだ道だからね、やってて当たり前でしょみたいな、違うの褒めてほしいだけ。数年ぶりに会えてよかった、消えた。あね、数年ぶりに会った人に綺麗だよ、綺麗だったって言われるの嬉しいよね。なんかね、毎回可愛いと綺麗を更新し続けたいっていう裏テーマのもと人生生きてるからさ。本当に結構なんか他のメンバーにも、ああそれは大変だねって言われるような頑張りをしてる。言えないけど、全てが公開された時にも全て話す。本当になんか誤解されたくないから、大前提としてこの約7年間手を抜いたことはないし、約7年間ずっと真剣に何事も全力でっていうことをちゃんと大事にして活動している私が今一番頑張ってるって言えるぐらい。本当にその誤解されたくないから、今一番頑張ってる、え、頑張ってなかった、そういうことではなく、今まで全てを全力で頑張ってきた私がこの7年間で一番と言っていいぐらい、あの窮地に追いやられている。てかそもそも日にちがね、ね、あの日、あの配信の日に全てのその内容を知って、そっからのそれだ、あのあれだ、そもそも日にち問題だよ、その内容問題じゃなくて日にち問題ね。でも私はなんかいい意味でそのスタッフさんにもう文句を言えるというか、スケジューラーさん通りかかった時に、あの私もう石田が2人いるからさ、もう全スタッフさんに下の名前で呼ばれてるんだけどさ、スケジューラーさんが通りかかった時に、みなみなんか元気なくないって言われたから、なんでって、あ、それは本当にごめん、それは本当にごめんってか、バカーって言われて、絶対さ普通の会社でさ言うてさ、 上司っていうかさ、別部署っていうか、なんかなんだろう、バカとか絶対言えんのやけど、関係性がいい意味で私はそのいいというか、そのなんかバカバカバカって言って去っていった。
で、その通りすが通りかかるたびに、なんか申し訳なさそうな顔で、ね、うんってやってくるから「いいですよ全然」って笑顔で通りすがってくださいそんな毎回毎回そんな、なんかハの字眉毛にならなくていいですよって言ってそう笑顔で全然横通ってください言いました。で、全然年上ですよそうで、本当になんかもう、うんって感じだけど、なんかそれ以上に楽しみっていう気持ちも多いし、これを見せれるのっていう気持ちも大きいから、頑張ろうって、あと一頑張り。だから最近本当に全然寝れてなくて、寝れてなくては嘘なんだけど、最近はもう寝て夜中に起きて練習するっていう生活をしてて、今日昨日も1時に起きて5時までしてて、うん、でレッスンまたあったから9時に起きてみたいな感じで。だね、一番大事な時期なのに肌が荒れちゃってよ。ああ、頑張る。今日もだから、今日はちょっと今から寝たらも絶対起きないから、逆にご飯食べて早く寝て、朝ちょっと明日もレッスンがあって、明日もそのレッスン前にできるようにちょっと早起きしてちょっとやろうかなっていう。あ、でもみんな頑張ってます。別に私がどうとかではない。でも私がどうとか言える案件とは仕事入ってるみたいな事柄もあって、だからおきちゃんとかといつもご飯行ってるからさ、すべてが落ち着いたらご飯行こうねって今日言った。おきちゃん頑張ってくださいって言ってはい、なにこれ、なにこれ、なにこれ、セミコ暮らしいたんだけど、私セミコ暮らし可愛いよね。日本語おかしかった。私セミコ暮らし可愛いよね、おかしいね。セミコ暮らしね、一時期好きだったの、可愛いなって、ゆるくて。なにこれ、なに、今ショールームってセミコ暮らしとコラボしてるの。なんかテンション上がっちった今コラボ中なの。え、かわいい。え、かわいいつながりで言ったっけ。リリベにさ、5ヶ月の赤ちゃんがいてさ、え、もう癒しだった。あ、エビフライが来た。オムライスも、え、かわいいが降ってきた喉枯れてるから、あ、今日喉飴買おうと思った、忘れた。喉枯れてるから、ちょっとあの大声叫んだら怒ってるものに。すごい、この車誰。ちょっとお顔しか、赤ちゃんいたのね。赤ちゃん可愛かったね。超可愛かった、癒しだった。でも今日なんかそのすごいいっぱい住みっこだ。なんか今結構まあほど7年間で頑張り場、一番の頑張り場みたいな言うって言ったけど、まあそれはそうとして、もともとのそのリリーベとかはやっぱ楽しくて、なんか大変でしょみたいな、いろんなことやってるから、スケジュール的にとか、まあ明日もアザージャケットもあったりとかして、なんかそれ一本にやっぱ時間は使えないから、まあ、大変っちゃ大変なんだけど、リリーベはリリーベでなんか別というか、すごく楽しかったよ。なんかしっかりちゃんと楽曲もできて、なんかね、私のこの7年間の経験からして、リリーベって結構久々の人が多いんですよ。なんかお話し会とかよりもリリーベって結構数年ぶりですっていう人が結構多くて、まあ、いろんな県に行くっていうのもあるんだけど、今回もなんか5年ぶりですみたいな人が1人2人とかじゃなかったんですよ。まあ、4人連っていうのもあるか、別に私のファンじゃないっていうのもあるんだけど、そのクライムでみーちゃんの全額行ったぶりでみーちゃんとみたいな感じの人もいて、だからそういう方々は今日その花だれから始まる、花だれのフルと息をする心のフルとで、暗闇夢力から無謀な夢を覚めることがないで、後悔、君は何を後悔するのかのフルをやって、そうだからその5年ぶりの人たちが、5年ぶりとかその数年ぶりですっていう人たちが、暗闇が本当に今日聞けると思ってなかったか、嬉しかったみたいな感じでおっしゃってくださって、なんかいろんな楽曲ができたのは
いいよかに良かったなと思いましたちょっと日本語変だけどそう、いやリリーベ、そうやね、10枚目のリリーベで1枚目聞けるとは思わんよな。そう、でも楽しかった、なんかまとめ出しも楽しかった。なんかやっぱ複数例だと話途中でああってなってるとかもあったから、まとめはえさっきのさみたいな感じになって、でなんかすごく他のファンの人から楽しそうだねって言われてなんかずっと跳ねてるね、楽しそうだねって言うんだから、私人と話すの大好きなんですみたいななんかすごいメルヘンチックな返答しました。みんなと話すのが楽しいからって俺もって返されただよねって返しただからそうフフ石波奈美ちゃんほんまにいい子やなのリビリビして、えなんでいい子なことした、髪の毛のこと気づいたからいい子のことあったかな、普通にお話ししてたけど、にじみ出てる、いい子が、いやんまとめ出しのシーズン知らんかった、後悔してます、えなんで、別にいい大丈夫だよ、そんなそんな人はね、何もあの全てが事柄、何の事柄でも初めてのことだから、わしが言えてなかったっていうことがあれだから、長い付き合いになるでしょうしいろんな初めて経験していこうぜ。リボンを使った振りも見てみたいとか、あ、私の一人で踊ってるやつは公式の TikTok で上がってるので見てみてください前回の話し会のこと、あ、名札のやつね、覚えててくれて嬉しかった、いろんなネタとか考えてくれてる人はやっぱ覚えてますねあ、再生されんくて、え、なんでだろう、電波悪かったんかね、あらら、え、でも今日なんかお会いしか、あの話したのは初めてなんですけどみたいな、はいみたいな、配信いつも見てますって言われて、えー、ありがとうございます、でもコメント全然読んでくれないですって言って、あってなった返す言葉がねえと思って、全読みスタイルではないんだけど、今日特典会、あ、でもステージから見えてたよ、そう、全読みスタイルではなくて、なんかその話で盛り上がってる時はなんか別の話題のコメントは触れないのよ、だからみんなこのコメント触れてほしいなっていう時、私だからみーちゃんってどういう基準でコメント選んでるんだってもしかして思ってる方もいるかもしれないんだけど、あのその話で盛り上がってる時に違う話題、なんか何々の映画やってるよとか最近の何々見たとか触れれないのよ、だってその話で盛り上がりよから、だからなんかなんだろう、私たまに言うじゃん、もう話すことなくなったとかそうとか、そうそう、そんな感じみたいな感じで話が終わった時にその話題をくださったら全然触れれるんだけど、その結構なんかそうなんだろう、そう言ってくださる方は結構話がちょっと違う話題になってる時にその違う話題の転換を してくださるから、そう、それは結構私あるあるなので、どういう基準で選んでるのは結構そういう基準で選んでるから、それを理解してる人がその切れ目に切れ目ってやって読まれがちみたいな感じに見えるだけなんだと思う。私なんか別にこの人のコメント絶対読もうとかこの人は絶対読まないってマジでないんですよ、リアルなくて。変な人はたまにいるじゃん、コメントで、あ、こういう人ちょっとアンチかなみたいな人は意図的に読まないとかあるけど、それ以外は別に何もないので。あ、韓国の知り合いたち結構リリービーってていいな、あ、今日なんかすごくあのお話し会の例がグローバルでしたね、言ってたわ私友達って。 でもそれがそれだけの理由なのに
結構コメント読まれなかったって結構離れちゃう人もいるから難しいなーってあ、ライブも話も楽しかった、 ありがとう、あざます。まとめ出し行きましたか IM に。あ、すげえイニシャル一緒だ。こういう時に今日はかまぼこの日なんだってとか、まあ普通本来ならばされてるかもしれん私が結構なんだろう、一人で結構話す時に決めてるなんかオチがあるというか、なんか話しながら話を組み立てるんじゃなくて、結構このオチを言いたいで話すから、それオチを言えるまで結構もうコメントノータッチなことも全然あるんですよそうそうそう、え、聞いて聞いて聞いてみたいな時は基本そうオチがあるよね。そう、え、この前さみたいなそう、そういう時は結構ね、そのタイムの時は誰のコメントも読んでない気がする。うんうんとかも、え、そうなのとかも何も触れずに、え、でこういうことがあって、え、でさ、でなみたいな本当なんか一人ラジオみたいになるよね。ちょっと反省ラジオ代わりと思って聞いてるから、そんなもん、あ、それはそれでありがとうございます。僕はもうメンバーに呼ばれないけど心折れずにコメントして、でも私みたいな理由もあるじゃない、その話の切れ目とか、わかんない、私はそのなんかコメントのその差別とか区別とかはアンチ以外は別にしないので、わかんない、たまになんか私なんかいる、本当にたまにいるんでね、わかるかな、なんかあんまり話題にするのも良くないかも、あのその方からしたらしめしめなのかもしれないけど、私に対してのアンチではなく、なんか誰なんか何誰かのメンバーの話をしたら、そのメンバーのことをちょっと悪く言うみたいな、それはなんか良くないねみたいな、なんていうの、良くないねは別になんていうのかな、そう、嫌わ、その人嫌われてるんじゃないとか、なんか全てのたまにね、たまにいるのよ。あ、で私はそれまで普通のコメントをしてたから普通の人だと思ってたら、私がそのなんとかって言われたんですよって言ったら、なんかその子やばいねみたいな感じになって、別に そうなって欲しくはなくて、でそうなってしまうような言い方をしてしまったかなって考えたけど、そういうコメントばっかだったから、あ、そういう人かと思って、何事もマイナスから捉えたら人生大変だから、ちょっとプラスのこと考えてって助言する。あ、半身外れました。そうな、今日ね半身出てんじゃんみたいな今日半身の当落出たらしくて、私あのお話し会で言われて知った、今日なんだと思って、今日ほんと携帯なんか携帯触るときはなんか動画を見る、あの YouTube とかじゃなくて動画振り確認とかで動画見る以外携帯触ってなくて、か写真撮る以外知らなくて、結構なんか外れちゃいましたって人もいて、で私あのどんな夢だよって感じなんだけど、ほんとこの配信できなかったこの 3,4 日の間に夢を見て、ファンミーティングの4人しかファンが来なかったっていうのを見て、私全員にプレゼント用意するって話してたじゃないですか、それも結構ちゃんと人数分作ったのに4人しか来なくて、4人にしか配れなくてめっちゃ余ったって夢を見たんですよそうだからなんかすごくドキドキしててえ、そう、4人と思ってえと思って、でなんか4人はないだろうなと思ってるけど、その私はその自分のファンクラブが何人入ってるとか分かんないから、なんかしかもね県外の方とか遠方の方とかさ、仕事の方とか、私平日だしさ、なんかえこれマサイ目とか思ってドキドキしたら、なんかいやあの本当にその人にとっては悲しいことなんだけど、なんか外れましたっていう言葉で、その人が来なくてラッキーって意味ではなく、あ、外れるほど申し込みあったんだっていう気持ちには一回なった。その後にあ、えー、これないのってはなったんだけど、そう4人の夢を見てしまったがゆえそう、でも結構今日の話し会とかで普通にスケジュール的に平日とか厳しいって人も何人かいて、そもそも申し込みできてないっていう人もいたから、そう絶対第2回するからねって言った。そう、喉が痛くなってきた。そう、第2回するからって約束をした。そう、うん、
なんかそんな夢をね、なんか私何かの初めての試みをするとき、なんかそれこそファンクラブとかもそうだけど、なんかの雑誌に新しく載ります、何かのラジオに初めて出ますみたいな、そのとかそれこそパペットカルテットのボイスドラマの収録の日とか、その日が近づくにつれてそのイベント、その事柄の絶対失敗する夢を絶対見るんですよ、絶対ほぼ絶対。そうだからよっぽどなんか恐れながら生きてるんだと思う、全てのものに。今日行けなかったか、半身決まった、 ありがとうございます、嬉しい。キラキラが飛んできた、なんかヘラヘラしてるように見えるかもしれない、結構不安を抱えながら生きてるっていう人だから、何事も。そう、来週イベント多いですね。そうなんですよ、多かった。それこそ26はもう尼崎でリリーベなのでね、それも私の頭をこんがらかせる一つだった。そうリリーベがどうとかよりかはね、6人でリリーベということはみたいな。そう、あセンターあるで、それそこは知らん。まだねそこのやつは出てない。それは他の楽曲何するか知らん。あったらいいな。全員あれば、全員あるんじゃない？全員6曲はするでしょ。6曲するなら全員センターしよう。私の予想は、これ予想して当たったらこの人なんかあのバラしたみたいなけど、本当に知らないのよ。本当に知らなくて。本当に知らないっていうことをちゃんとあの信じてほしいんだけど、私は今その瀬戸りを知らないんだけど、全く何の曲するか知らないんだけど、私の予想は私ペダルセンターな気がする。あーでもね、サラピもペダルセンターやってるからな、どっちか。でもね、ヘタレがあったらサラピがヘタレのセンターやってるんですよ。でいつも南さんと逆じゃないっていつも言ってるから。そう、わかんない。で私思い出してよかったもセンターやったことあるんですよ。そう、私ないのは暗闇もないし、夢力もあるか、暗闇ないんですよね私。一回ね、あのみんなからしたらなんでだよっていう、本当になんでだよっていう、まあ、数年越しの懺悔なんだけど、数年越しの懺悔ね。暗闇って6人バージョンあるじゃないですか。で今みたいに、あの今みたいにめっちゃスケジュールが立て込んでる時期があって、そう私今その暗闇でやったこと、6人バージョンセンター暗闇やったことないんだよねみたいなこと言ったじゃないですか。やる機会あったんですよ。あって、そうで、他何のイベントか他に誰がいたか覚えてないんですけど、なんかめっちゃ今みたいにスケジュールがバツバツにあの、はい、入ってる時と、なんか その次の日にまた違うイベントがあって、その次の日とポジションがまた違うみたいないうのがあって、でその次の日の ポジションはひなが暗闇センターで、次の日かその前日か本当日にちが近いイベントの暗闇はひながセンターで、その私が暗闇がセンターになってる時のイベントでひなが入ってるとこが私だったの。だからなぜか日にちが本当に昨日今日とかのイベントなのにポジションがごっちゃにされてて、で余裕があったらいいんだけど、その時も今みたいにスケジュールがめっちゃもうパンパンで、イベントも詰まってて、他にも覚えなきゃいけないこととかもあって、えってなってひなと交代しようって言って、これはお互いのために交代した方が頭がパニックになるってなって、あのマネージャーさんに言って交代したことがある。で一度その機会はあったんだけど、ちょっとねその時はその時で、あの本当やりたくないとかではなく、その時はその時で昨日今日とかほどのイベントでポジション変えられて、
また違う数日後とかにまた違うぶりとかもあってそうひなと話し合って今回はちょっと無理やなと思ってそうだからねちょっとそれは今となっちゃうねごめんねと思うんだけどそんな時もありますでも結構やってますね花誰もセンターやったことないかな6人は2番手3番手はあるけどそう花誰はないですねないな花2番手3番手はあるけど1番もなくて一挙する子からはそれこそ最近の宮島ボートレース宮島イベントでセンターやらせていただいて大好きな人もね私が初めてその16人での0番は今回の全国ツアーの出航だったけど初めて0番センター、まあ、6人だけど0番センターに立ったのがあの数年前のクリスマスの点灯式みたいなやつの大好きな人がだったのを覚えてますよ覚えてますよ新曲センターくんからやめてほしいなんか全てを知ってるからこそその言葉が私にもうこれ言ったらもう正解みたいなもんやけどやめてほしいなこれ言ったらセンターみたいけどあのね ああいうのはねあのやめとこいよだいたい予想できるものなのよ今までの傾向から見たらどこのポジかねそうでもとりあえず楽しかったなんかやっぱり違うメンバーと同じ例だとなんかまだにゃんぽっぽとみつきさんってまだちょっとファン層が少しだけかぶってるというか何人かは共通で行ってるっていう人もいるからあーみたいなみつきの人だみたいな知ってる人もいたけどそうなんか本当に初めましてって方もやっぱいるからそう初めましてって方もいるからさとかお見送りでいつも私のことスルーしてますよね次に今村美月がいるからって私のことを一切見てませんよねって今日一人に言ったそうだからなんかすごい困った笑いされてあちょっとやばかったってそれはあのいいめっちゃいじってくるじゃんの笑いなんか何この子めっちゃいじってくるやんのやつなんかどっちやろと思ってちょっとやべえと思ったごめんなさいあのネタのつもりでお基本気の子ってわけだ配信見てないと思うけどそうそう名前順だったのか何の話お見送りの話ねそのお見送りでしか見たことがない人が今日美月と同じレーンだったからいてっていう話ねえでも今日名前順問題であのちょっと人論争があって4人複数レーンのやつやった後にまとめ出しタイムがあったんだけどなんかその最初 8レーンしかなくて全員いっぺんにスタートで8レーンしかないからまとめ出し8人からスタート8人だけスタートだったんだけどそれが1期生とおきちゃんだったのそう1期生とおきちゃんでだから1期生の中での名前順だからおきちゃんなんか区別で分けられてだからおきちゃんは8番に入ってたのねで1期生の中でも名前順のはずなのに石田一穂石田みなみ岩田ひな今村美月ってなっててなんか美月がなんか私だけ名前順え逆じゃないみたいなえ名前順じゃないんじゃないみたいなバランスなんじゃないみたいな言ってで言ってでも他の人たち名前順でたまたまここが入れ替わったとかみたいなで私たちそれステージに出てからやってん そのステージのスクリーンのとこに番号書いててだからファンの人もすごく全部見えてて全然出てきてステージから降りてこずにずっとステージの上のスクリーン見てえだってさみたいなみんなでやってでその階段のとこにキングさんいたからえこれって名前順じゃないんですかって言ってえ名前順だよってめっちゃ名前順だから早く行って行ってって言われて早く行って行って間違えてますよって言ってそうで美月がえ今村岩田ですって言ってっていう論争があった一回チーム E の順番はね石田千穂石田みなみ今村美月岩田ひななんだからそうそう間違えてるやつで
そんなこともありました。お疲れ様、あ、お疲れ様です。すごい、そう。なんか自信満々に、え、名前順だよって言われたスタッフさんの顔が忘れられない。35分になった段順見ますね。ちょっと12時までにご飯を食べたい。ごめんね、急にあと5分になって言っときゃよかった。あと私ちょっと対面に言うんですけど、別にあとこの後も絶対言う、5分後とかに絶対言ってるんですけど、またあの明日私アザージャケットサイン会なんですけど、アザージャケットがあの時間のちょっとギリギリまで受付するしてるんですけど、なので今も絶賛受付中なので、今日気になった方とか今配信見て、アザージャケット受付やってんのとか、あ、申し込むの忘れてたって方は、あ、そう、開始15分までか、あの受付中なので、ぜひアザージャケット、あの私のどうやって申し込めばいいのって方、私の、 あの公式 X の方に飛んでいただいたら、あの固定してるので開いていただいたら一番上に多分出てくるので、URL やってくれると嬉しいです。そこから飛べば、あの興味あるよとか行きたいよって方は、そう、結構今回のアザージャケット、アザージャケットというのはなんかなんだろう、シングルをまるで私がソロデビューしましたみたいなやつができるやつだから、一人で写ってるやつなんだけど、アザージャケットにしか使われてない絵柄っていうのもあるし、今回の私結構好きなんですよ、ポニーテールで。結構あのいい顔してるんじゃないかな。そう、もうサンプル出てるから見たよって人いるかもしんないんだけど、あ、サンプル出てないわ、それパネルだ。あ、待って、じゃあ私見てないわ、嘘ついた、あ、詐欺してもうた。私たまに間違えて詐欺するよ。あ、そうだった、あ、あれパネルだった。詐欺した。私もまだアザージャケットの絵柄見てなかった。パネルとも絵柄違う、今までずっと違うから違う気がする。あ、え、タワー、え、これ後日でも大丈夫ですか、今日あの終わるっていうのもあるのと、髪がなくなっちゃって明日レッスン後に買いに行きます。後日でも大丈夫、よっくんさん、え、セミコグラシタワーじゃん、かわいい、頑張って描く、ありがとう、よっくんさんありがとう、癒し、頑張る、あともうちょっと、今日一日、あ、いいよ、ありがとう。ちょっと髪を買って、ちょっと次の配信がいつになるかが本当に約束できなくて申し訳ないんだけど、そう、絶対描きます。いなかったら、その私が急に来た線におらんかったら、また違う時にもその紙出すので、その全然次の配信絶対いなきゃとか本当に無理だったら、全然次の時来てくれたらその時でも大丈夫。今んとこのシングルの流れで言うと、そもそも出てるソロアーシャの写真、パネルの写真、アザージャケットの写真は違うので、今までの流れで言うと、そう、なんだろうね、でも今回のやついいよ、めっちゃ。どんな笑いやねんって感じやけど、でもあのパネルのやつも好きで、私のパネルの好きショットは私の手がめっちゃ小さいところ。なんかソロアーシャは何の手も置いてなかったんだけど、普通に手も置かずに顔だけだったんだけど、パネルはなんか手を置いてるのよ、こうやって手がちっちゃーと思って。え、そこまで返すだけめっちゃ見てほしい、ちっちゃいから、私もともと手ちっちゃいんだけど、なんかよりちっちゃくて。え、ちっちゃってと思って、そこがポイント。でもあの顔面っていうか、あのお顔も良きかと思います。今んとこ、え、もっといい写真あったじゃんって思うことはない、ゼロ、あ、これねみたいな感じ、いいですねぐらいの感覚だから、あのパネルちょっとお高いんですけど、あの直筆メッセージカードもついてくるので、気
記念に一応今のとこそのパネルが始まってから全シングルメッセージは一枚一枚全部変えてるので、まあなんか多少なんだろう言葉の入れ替えみたいな感じの一枚一枚違うではあるんだけど、一人の人はなんかいっぱい聞いてねありがとうとかだったらありがとう、あサンキューいっぱい聞いてねとかいうそういう違いではあるんだけど、そう一応全部変えてはいるので、ぜひ直筆メッセージカードもついてくるのでちょっとお高いんですけどゲットしてくれると嬉しいなと思います。でお話し会も受付中です。いひひ、そう今日ねお話ししてやっぱ話したいわってなった方はぜひ、あもう36分宣伝してたパネル注文した、でも抽選なんです。えパネルは抽選じゃないと思う、全員に当たると思う、あの押し込んだら絶対だと思う、抽選じゃないと思います。えマジでさ誰かさ誰でもいいんだけどさ、一応抽選なの、あそうなんだ、私抽選じゃないと思ってた、みんなに当たってると思ってたへえ、よっぽど申し込んだ人が多かったら外れる人が多いってことか、へえなるほどね。あのさみんなにお願いがあるんだけどさ、明日何時ぐらいにしよっかな、あの時間指定していい、私が外の出る時間帯があって、ですね、私が12時半ぐらいに、私のハッシュタグお手紙でも石田みなみでもいいんで、のど飴買ってねってあのツイートしてほしい、マジで喉がやばくてそうのど飴でいいのか分かんないんだけど、何かをしないとやばい気がする、これはちょっとあのいつも私結構枯れやすいんだけど、いつもの枯れ具合よりなんかちょっと不安なので、モーニングコール頼まれるかと思ったそうなんかそれ見れるんか、あなんか私はなんかエゴサはするんですよ、あほんとよっぽど忙しいとしないけど、あのなんていうかあのちょうどこの時が終わった時間に近くて、終わった時間ではないのか終わった時間に近いから携帯を多分パッて触ってなんとなしに多分エゴサするんですよ、なので喉飴を買わせてください、私に。でなんかコンビニとかで買える喉飴でこれがいいよっていうのがあればぜひそれも書いててくださいみんなのことをなんか友達かなんかだと思っててごめん家族かと思っててごめんそんな扱いということでランジェ見たいと思います。リアルタイムランキング見ます。13位りょうにゃさん、パチパチ。12位パンナムさん、パチパチ。11位リネさん、来週もよろしく、あこちらこそよろしくお願いします。10位ポムさん、パチパチ。9位ヨイさん、パチパチ。8位テレビさん、パチパチ。7位タゲイさん、パチパチ。6位シバキンさん、パチパチ。5位カニエさん、パチパチ。4位下吉さん、パチパチ。3位チュウチュウさん、パチパチパチ。みちょらいくら。2位エビさん、パチパチ。そして1位はてててててんてんてん、ヤックンさんでした。セミコグレスタワーもありがとう。次の配信には絶対書くので、次の配信がちょっと1位になるか約束できないんだけど絶対書きます。ありがとうございます。それではキャッチアイドします。私がどこどこって言ったらここだよって言ってください。いきます。あれみんなどこどこ見つけた、みーのことを押してみーん、ありがとうございます。兵庫県出身しなみなみでした。今日は改めまして STFOTATO 10枚目シングル君は何を後悔するのかの発売日で、あの STFOTATO が10作も楽曲をお届けできていること、そしてその10作すべてに参加させていただいていること、そして無事発売ができたこと、延期も今回してしまっ
ったし、 ST のシングルやっぱ延期することが多いので、延期はしたにしても無事皆様のお手に取っていただける、手元に届く機会っていうかできるのが本当に嬉しいことだなと思います。そして私たちがお届けするものを受け取ってくれる方がいるということをもう一度改めて、当たり前だと思わずに、そういう方の存在がいるからこそ私がいて ST48 とかいるんだなということを改めて念頭に置いて、これからも10作目も盛り上げて、これからも先につなげていきたいなと思います。なんかすごく固めになったけどまあ嘘偽りない言葉でございます。ということで、ちょっと早いんですけど、まあ30分したんですけど、ね、0時までこのまますればいいんですけど、ちょっと喉の限界値を感じているので終わりたいと思います。ということで、先ほど話したアザージャケットサイン会、お話し会、パネルとかもろもろ受付中なので、ぜひよろしくお願いします。どちらも X の方に飛んでいただいて、私の公式 X に飛んでいただけたら全部 URL 載っておりますので、ぜひ気になる方、お話し会は、配信を横画面にしてだピンクのバナーが左に出てくるので、そのお話し会受付はこちらからで飛べます。アザージャケットは私の Twitter から飛んでいただけないと、ちょっとここに URL を載せれてないので。で、ファンミーティングやるのって、ファンクラブがあること自体知らなかったって方は、そのバナーの下にある黄色の個人ファンクラブ入会をこちらからっていうバナーからぜひ一回確認してみてください。ということで、今日も一日ありがとうございました。では、ありがとうございました。ではありがとうございました。ではありがとうございました。日本語だったじゃあ見てくれてありがとう。あとコメント見てて、それなと思ってなぜか触れてなかった、この横毛今日のお気に入りでした今日のお気に入りポイント、この横毛ちょっと切ってもらって、植えてもらって、今日の一番のポイントでした。それは今日動いてる私でお見せできてよかったです。では明日も頑張りみーちゃんです。今日も一日おつみーちゃん、おやすみーちゃん、バイバイ。あ、インスタとかも更新するから見てね。